はい、皆さんこんにちは、みちこカレーです。毎度見てくださってありがとうございます。ただいま群馬県、高崎市かな、に、今時速300キロで爆走中でございます。今日はですね、なんていうんですか、標高が一番高い国道を走ってみようと思います。292号線だったと思うんですが、どんどん山の方に今向かってきております。で、先ほどガソリン満タンにしました。一応ナビ上で言うと、ですね、時間は1時間50分ぐらいで、到達点まで、最高到達点までが73キロと出ております。はい。山の中今突っ込んでいくわけなんですけど、73キロの往復は、まあ、いわゆるまあ140キロオーバーの往復はこの VMAX だと多分できないと思います。はい。上りでどれぐらいガソリンを使うのか、で下りでどれだけガソリンを使わないのかがちょっと分かんないんですが、あと今こっからもうそのなんていうの、おお、山を降りてきた、よいしょ、降りてくるときは惰性で降りてこれると思うんですけど、降りた後のこの通りですよね、この通りの、まあ、向こうにガソリンスタンドがあるんですけど、そこまで到達できるのかっていうのが1末も2末も3末の不安がございます。これが VMAX です。大丈夫かね、ちょっと心配で。 VMAX やっぱね、フル満タンにしてやっぱ130キロか140は走んねえかなっていうぐらいの感じなんで、ギリギリなんですよ。で、最高到達点までの時間が2時間弱でしょ。2時間弱どれぐらいの急な感じで登ってくんでしょうね。それによってガソリンの消費がちょっと心配ではありますが、まあ、とにもかくにも突っ込んでいきたいと思います。今日はですね、荷物の関係で、ガソリンタンク積んでおりません。はい。遠出するときはガソリンタンクの3リッタータンクっていうのを僕持つようにしてるんですけど、ちょっとね、今日はね、ちょっと持てなかったんですよね。で、まあ本当にスーパー運が良ければ、山の中にガソリンスタンドが1個あればいけるかなと。なんだかんだ山の中でも集落があればそこにガソリンスタンドは1つあるんですよ、必ず。なんで、なんか集落があればガソリンスタンドはあると思うんで問題なくなるとは思いますが、Google ストリートビューとかそういうもので私は何も調べておりませんので、行き当たりばったりでやっておりますので、これからどうなるかちょっと分かりません。今から突っ込んでいって、どうなるか、進んでまいりたいと思います。頑張るぞ。気持ちいいですね。心なしか風が涼しくなってまいりました。先ほどから全然時間は経ってないんですが、今標高見ましたら、今標高345メートルのところまで来ております。今国道409号線になるようです。そのうち分岐して292号線に入っていくかと思います。今ね、ちょっと道がね詰まってたんで、こういう田舎道って
一人おじいちゃんとかいるとものすげえ遅くて詰まっちゃうじゃないですか。でその現象が起きてたんで、これはこのままついていくと疲れるなと思って一旦止まって休憩して、走り出しました。左側川見えますね。なんでしょうね、磯部温泉、温泉あんのかな。あ、406号線、よいしょ。あ、40キロ制限なんだ。あらららら、ら、さあ我が愛車プリマックス、ガソリンどこまで持つんでしょうか。もしかしたらね、最高到達点まで上に行って戻ってくるんじゃなくて、ちょっとガソリンの関係にもよりますけど、409号線って最高点ではあるんですけど、その先がまだあるわけですよ。409号線の終わりは新潟ですね、新潟になります。さすがに新潟までは行きたくないので、新潟まで行っちゃうとね、東京まですごい戻りにくくなっちゃうんで、でそれを新潟に行くんじゃなくて長野に行くっていう方法があります。山を降りるにはね、なので長野の方にもしかして長野に降りた方が近いかもわかんないしね、あのガソリン持つかもしれないし、あとまあ気分的にやっぱまあ行って戻ってくるってなんかそんなに楽しそうじゃないんで、やっぱ白波道走りたいじゃないですか。あー混んでる、やめて、おばあちゃん、おじいちゃん、すごいですね、この山の中の道路で渋滞で停止しますね。ということは工事中ですね。あ、工事って書いてあるや、という感じになります。まだ決めてません。最高到達点までには、1時間23分60何キロって書いてありますね。老眼などでちょっと読めませんでした。あ、やばいやばい、早く行ってあげないとね、こうやってあの列についてはあげ行ってあげないとね、あの向こうで待ってる人の迷惑になっちゃうからね。よいしょ、さあ走ります。今日はねちょっと太陽が強いんでね、素晴らしいサンシャインデーなんですよ。でこの木々のね、モイスチャーボタニカルを浴びながら、アクセルを全開にしている現在でございます。よいしょ、前が高崎ナンバー、世田谷ナンバー、高崎、今日の僕はボタニカルですね。すごいな、山のフィールを感じますよ。山の匂い素敵、田舎の匂いいいですね。何なんでしょうねこれ。僕もともと田舎育ちなんですけど、あの岐阜県ってとこなんですけど、あの岐阜の町の中育ちなんで、例えば今高崎とか前橋とか、あの群馬だったらあると思うんですけど、まあ宇都宮とかね、栃木だったら、それはあの関東近郊の地方都市よりも割と都会なんですよ。なので、まあ、もちろんね、あのこういうあの近郊の町と同じように、まあ1時間ぐらい走ると、まあ、山には入るんですけど、そんな言うほどね、あの岐阜っていうと飛騨高山って思う人が結構多いんですけど、高山とは関係ないところ住んでるんで、住んでたんで、それ山ってね、まあ、もちろん見えるんですけど、言うほどね山の中走んないわけですよ。でもねやっぱ山ってね、来るとねなんかいいんだよね。山とか海とか自然のものがいいですね。やっぱ我々ぐらいね、もう中年になってきますと、まあ寝起きにねバッと起きれなくなったりとかね、
布団から起きるときにちょっとグッグッグッって伸ばしてから起きちゃうみたいなね、それぐらいの世代になってきますと、自然が恋しいのかもね。裏返っちゃった。自然が恋しいのかもね。草津温泉に来ました。草津温泉に入りました。草津か、泊まりて、泊まりたいけど高そう、そんな時間もない。ですね、知らぬ間に292号線に入ってましたね。はい、目標値まで10、もう老眼だからわかんねえなこれ、19キロ、30分、というふうになっております。ただいま草津温泉でございます。クール宅急便のおかげで何も見えません。こういうアパートに温泉で働いてらっしゃる方、暮らしてらっしゃるんでしょうね、こういうマンションとか。志賀高原、おお。しかしまあすごいね、温泉旅館すごいね。つまごいキャベツ、あらら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 、草津行きて、湯畑から歩いて3分、湯畑も見てえけどな。こういうツーリングってちょっとしたとこによるとどん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 時間を押すんですよ。なのでちょっとした寄り道もできないんだよね。今日はね、その日本最高国道、最高地点国道に行って、そこから降りてこなきゃいけないんで、ちょっとね、あんまりね、時間がないんだよね。よっ、今降りてきてまた登るのかな、どうなってくんでしょう。草津を過ぎて上がってきました。周りはもう霧だらけですね。ただいま標高が1730メートルぐらいです。全く眼下は見えません。硫黄の匂いがします。もうちょっとね、あの下の場面だったらなんか地獄谷みたいな感じになってて、なんか温泉街っていう感じになってたんですけど、ちょっとね、一時停止する場所がなくてちょっとそこ取れませんでしたね。で今は、この霧の中というかね、雲の中なのかな。でこの VMAX がね、年長がちょっと合ってないんですよ。で、下界だと問題なかったんですけど、ここまで標高が上がってくると、その年長がねちょっとおかしいのがもろに影響してきて、立ち上がりがアクセルのひねったひねり始めがガバババババってなりますね。ちょっと怖いですね。あのカーブの立ち上がりのとこでガガガってなるんで、ちょっと怖いですね。あと
14分ぐらいみたいですね。あー気持ちいい、すごい涼しくて気持ちいいです。草津ありたかったな。硫黄のね温泉僕好きなんですよね。
お、韓国の人か。真っ白、また真っ白、2172m でしたっけ、が、国道の最高、高度みたいですね。真っ白で何にも見えません、最初あの雲かと思って雲抜けたらね、青空かなと思ったんですけど、そんなことは全くなく、白いままでございました。はい、ということで、日本、最高高度の国道地点行ってみたでございました。途中にはね、草津温泉もありますし、どっからアクセスしてもね、そんなにパッと来れるような場所ではないんですけど、なかなかバイク乗りだったらね、カーブもありますし、適度なスピードでね、走っていただいて、楽しんでいただければと思います。ちょっと僕の車ね、キャブレターの調子が悪くてね、ガボ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 言っておりますけど、このバイクね、セッティングが合ってないんですよ。で、高度が上がると空気が薄くなるじゃないですか。だから、で、顕著に悪くなったんで、空気が、キャブレターの空気が足らないのかななんて思ったりしましたね。ちょっとバイク屋さんで聞いてみよう。はい。皆さんもよろしかったら、国道292号線でしたっけ、に来てみてはいかがでしょうか。以上でございます。ありがとうございます。